ディストピアのサザエさん。今までの現実の世界は全て嘘の世界だったって本当かい、アナゴくん？そうなんだよ、フグタくん。今までの世界は仮想現実の世界で、実は君はベッドの上でずっと寝てただけだったんだね。じゃあ僕の家族も友人も会社の同僚も全員実在しなかったということなのかい、アナゴくん？そうなんだよ、フグタくん。全ては我々が作り込んだプログラミング上の情報でしかなかったわけなんだね。ただ僕だけは君を監視するために登場人物の一人として出させてもらったんだよ。一体誰が何のためにそんなことをしてるって言うんだい、アナゴくん？それはだね、フグタくん、我々があるお方の思想のもと人類を救うためにやっているんだよ。人々は皆現実に夢や希望を持つことを諦めてしまったからね。せめて仮想現実の世界では幸せに生きていきたいじゃないか。君には役に立ってもらったよ、フグタくん。それは果たして本当に生きていると言えるかい、アナゴくん？はい、ということで、こんばんは。本日も猫大好きニャンニャンラジオが始まりました。お相手は私、幼児教です。皆さん今日もよろしくお願いします。はい、ということでですね、今日はですね2022年4月8日金曜日ということで、今日も FM 那覇より生放送でお送りしております。はい、ということで、ツイキャスにコメントが来てます。大城くまさん、あ、久しぶりのマスオさんだ。本当かい、ココアさん、先週は新番組と思って質問したりツッコミ入れたりすっかり騙されたココです。こんばんは。いやー、そうなんですよね。先週はゲストにスージーさんがね来ていただいて、でそれで4月1日ということでね、偽番組の鳥大の鳥大好きチュンチュンラジオをね、インコ大好きチュンチュンラジオを放送させていただきましたね。でココさんはね、それを真に受けてもううっかりコメントしてたみたいですね。騙されてやんの。はい、まあということでね、お送りしておりますけどね、ココさん先週も聞いてくださってありがとうございましたね。もう先週もスージーさんに出てもらいましたし、その前の週はメタリカのクレさんにね、どちらも沖縄のアマチュアの、芸人さんに出ていただいたということでね、まあ2週連続で賑やかにやらせていただきましたけどね、まあ今日は久しぶりにちょっと一人で、まあ、ゆっくりねやろうかななんて思ってるんですけどね。いやーね、ちょっとニュースで見たんですけど、ところでなんですけど、ところでね、ニュースで見たんですけど、浦添市宅地にある中原ストアというお店が、まあ、悲しいことに閉店してしまうということで、と同時に、北谷町の観覧車が、もう撤去されるっていうね、なんか2つともちょっと悲しい、ちょっと哀愁の漂うようなニュースがあるんですけどね、なんかもう残念ですよね。
まあ、中原ストアさんも、その観覧車も、まあ、どちらもちょっと、まあ、やっぱり、運営がよろしくなかったというか、なかなか利益を、出すことができずに、まあ、閉店してしまったっていうことなんですけどね、中原ストアさんとかはあれですよね、県内でももう珍しい個人経営の、あのスーパーの生き残りみたいな感じで、でね、あれですよね、なんか僕も 2,3 回くらい入ったことあるんですけど、ね、なんか多分昭和とかあれくらいのね、昔の昭和の雰囲気をずっとね引っ張ったまんま、もう今までやっていたお店だったと思うんですけど、ね、お惣菜とかもなんか独自のお惣菜が並べられていたりね、ね、なかなかすごいローカルな感じがして魅力的なお店だったんですけどね、残念ながら、まあ、潰れてしまうっていうことで、でね、もうやっぱり茶壇の観覧車はまあね、もうちょっとね、観光の件もありますよね、乗る人がもうどんどん減っていっちゃってたんでしょうね、まあということで、まあちょっと残念なんですけど、まあどちらもね、すごい昔からあったレアなものがなくなってしまうということで、まあ悲しみの声がね、ネット上にもすごい上がってたんですけどね、ね、中原ストア閉店しないでくれよとか、茶壇の観覧車撤去しないでくれよとか、なんかねすごいツイッターとか見てたら声上がるんですけどね、まあでもね、やっぱり言うても、じゃあね、残ってたらじゃあみんな使うかっていうと、またねこれは難しい話ですよね。だからね、やっぱりタクシー周辺ももうね、便利なお店、コンビニとかも増えてきているしね、だからね、なかなか難しいですよね、経営とかが。だからね、やっぱりこういう時代の流れみたいなのはあるのかな、なんて、まあすごい哀愁がね漂うんですけどね、ツイキャスコメント、ジェットさん、ジェットさんどうもこんばんは、こんにちはって来てますね、はいどうも、大城さん、茶壇の観覧車見上げたのは何度も見たけれど、乗ったのはこれまでに1回だけだから売り上げとしては難しいですよね、っていうことで、いや本当にそうなんですよね、まさにそれなんですよね、見るだけですごい楽しいんですけど、本当に沖縄県民でも乗ったことあるのは大体みんな1回とかそれくらいじゃないかなっていう感じですよね、あそこね。だからね、しかもなんかあの観覧車カップルで乗ったら絶対別れるみたいな、なんか都市伝説もありましたよね、なんかそういうのもなんかね、ありましたからね、まあやっぱり難しかったんだろうなって思いますよ。まあね、でも、まあ、やっぱりね、亡くなってからやっぱりそういうのはね、価値に気づくというかね、もうありがたに身に気づくんですよね。でね、まあ、茶壇はちなみにその観覧車撤去した後に、なんかまあ新しいホテルができるみたいな話が上ってますけどね、それに対してホテルはもういらないよみたいな声も上がってるんですけどね、じゃあ僕もホテル今なんで作るんだろうって正直疑問なんですけどね、ね、普通に考えて、だって建設費めちゃくちゃかかるのに採算取れるのって思っちゃいますけどね、なんかその辺からくりがあるのかなってちょっと思ってしまいますよね。ツイキャスコメント、ココさん、茶壇の観覧車は15分くらいで行ける場所なのに一度も乗ったことがないですっていうことでね、あ、割と近くにお住まいなんですね、ココさんは。いやーね、なんかやっぱそうっすよね、観覧車はねなかなか乗る機会ないですからね。ツイキャスコメント、玉の浦のケツジさん、こんばんは、そうそうホテル多すぎるよねっていうことで、なんかやっぱ思いますよね。一応それでホテルを建設することによって雇用とかが生まれるわけでね、言うても私もその建築関係ですからね、そういう新築を建てることによってお仕事もらえる人はたくさんいるわけなんですけどね、まあなんかなっていう気持ちはしますよね。まあね、そういう、まあ、新年度早々なんですけどね、悲しい話をね
ちょっとしてしまいましたけどね。まあね、来るものもあれば去るものもあるということで、まあね、そんな感じで新年度も始まったということでね、まあ、よろしくお願いしますということなんですけどね、ちょっとね、まあ、哀愁のある話でちょっと話したいことがあるんですけど、僕も最近すごい哀愁を感じる出来事があったんですよ。まあ、遭遇したんですけど、まあ、大体 2,3 週間くらい、結構前の話なんですが、僕がちょっとある用があって、うるま市の、金物屋丸中商会の近くまで行く用があったんですよ。で、ちょうどお昼頃だったんで、松屋があったんで、松屋でじゃあなんかご飯食べようと思って、でそれで松屋入って、まあ、ご飯食べてたんですけど、で僕が座ってる席がちょうどなんかなんだろう、この食、このご飯を取ったりセルフで返したりするカウンターの近くだったんですよ。で店員の、まあ、バイトの大学生くらいの女の子がいて、でそれでまあ、近くにそのレジがある場所だなって思いながらご飯食べてたら、そしたらそのレジの方に60超えたおじいさん、もうおじいさんですよ、がそのレジに来て、で何やらそのレジのお姉さんに、バイトのお姉ちゃんになんかいろいろ話してるんですよ。で、あ、なんか話してるなと思いながら、まあ僕はご飯食べてたんですけど、そしたらなんかそのおじさんが、いやいやだからね、なんとかかんとかだから、なんとかだからみたいな感じで言っていて、でそのバイトのお姉ちゃんもなんか、あ、はい、すいません、申し訳ございません、でもこちらとしてもマニュアル通りにはやっているんですが、ちょっとどうしても店舗によって食材のなんか偏りがありますので、みたいなことを話していて、なんかちょっと揉めてるなと思いながらも、まあ気にせずに食べてたんですよ。で食べてるんですけど、なんかやっぱりまだ、いや、そのおじさんが、いやね、だからね、糖質がね、だからね、糖質がなんとかかんとかなんだよ、みたいな感じで言っていて、でそれで相変わらずそのレジのお姉ちゃんも、あ、すいません、でもマニュアル通り一応やってるんですけど、みたいな感じで、なんか拉致が開かない感じになっていて、いや、なんかちょっと泥沼かというか、なんかすごい揉めてるなと思いながら聞いてたら、急になんかバーンっていう音が聞こえて、と思ってびっくりしてみたら、そしたらもうそのおじさんがもう足早に出口の方になんかもう帰っていく姿が見えたんですよ。でそれでレジの方見たら、このね、レジのお姉ちゃんがびっくりしていて、でそしたら隣にいたもう一人の店員の人が、あんなに怒らなくていいのにね、みたいな感じでそのお姉ちゃんを励ましていて、でと思って見たら、そのレジにそのおじさんが食べたであろう食器があったんですけど、まあ、どうやらその食器の箸をなんか乱暴にバーンって置いたみたいで、でガチャンガチャンってなってたんですよ。でうわ、なんかめっちゃ切れてるなと思って、でそのままそのおじさんを眺めてたんですけど、外から窓から、そしたらもうね、そのまんまその勢いで駐車場に停めていた軽自動車に乗って、でブーンってもうすごい勢いでね、帰っていったんですよ。でね、なんかもうね、それ見てね、なんかまあいろいろ思いますけど、なんか最終的にひっくるめて、あ、なんかもう哀愁漂う光景だなって思ったんですよね。ね、いやね、もちろんありますよ、いろいろそんなファーストフード店に来て、なんかもうそんなね、栄養管理の細かい話をレジの女の、バイトの女の子にするなよっていう気持ちももちろんありますけど、やっぱりなんかそのね、なんかそのおじさんのいきさつというか背景を考えると、なんかね、もうやっぱり、あ、なんかもう老後でね、ちょっとなんか数値とかも上がってきて、でね、ね、やっぱりなかなか発散する場所もなくて、それでね、まあ、せめてもの気分転換に北松屋で食べたらご飯がすごい糖質がオーバーだったみたいなね、それでもうね、もう糖質制限もしてることもあって、非常にね、なんかイライラしてしまって、もうね、
バイトのもう罪のない女の子にもうね理不尽にも切れてしまったっていう、なんかこの背景を考えるとすごい哀愁だなって思ったんですけどね。ね、いや止めろよっていう話ですけどね。ね、一応僕もまあその後ね、まあやっぱり良くないなとは思ったんで、一応帰り際にね、自分の食べた食器返すときにその店員の子に、あ、さっき大変でしたね、でもなんかね、なんかまあいろいろあると思うけど、あんまりこういうこと気にしなくて大丈夫ですよみたいな感じで、まあ、言ったんですけど、まあでもやっぱりちょっとまだね、びっくりしていて、その女の子で、ああ、はいみたいな感じで、まあね、なってたんですけどね。ツイキャスコメント、玉の裏のケツジさん、コロナ禍か最近怒りっぽい人多くなった気がするねっていうことで、ああでもやっぱそうかもしれないですよね。まあね、正直、まあ、こんな世の中だからみたいなねのもありますよね。ね、ちょっと我慢しないといけないですよね。ジェットさん、茶炭の観覧車再建するのかと思ったらもうなくなっちゃうんですね、ショックっていうことで、まあそうですよね、本当にもう茶炭のシンボルでしたからね。まあでもね、シンボルだけど、まあでもね、あそこ以外にも遊ぶ場所はまだいっぱいあるっちゃありますからね。まあでも一つのね節目みたいな感じはしますよね。はい、ということで、まあね、哀愁ある感じでお送りしております。猫大好きニャンニャンラジオ、猫の話はしません、すいません。なんやかんやで、1年半、ジングルいきます。FM那覇はい、ということで、FM 那覇より猫大好きニャンニャンラジオ、今日もお送りしております。私、幼児教です、よろしくお願いします。はい、ということでね、哀愁のある話ということで、お送りしておりますけどね、まあ、もう一つ実は哀愁ある話がその日あったんですよね。なぜそもそもうるま市に行ったのかっていう話なんですけど、ちょっといつも使ってる仕事の道具が壊れちゃいまして、でそれでいつも沖縄市の方で修理してくれるところがあったんで、そこに頼んでいたんですよね。でそこに今回も行ったんですけど、まあ、2年ぶりくらいに行ったんですけど、もう閉店していて、でもう違うなんかラーメン屋みたいになっていて、その修理工場が、ではなんかもうね、その店主も2年前に会った時くらいでもうすでに70歳くらいだったんで、だからもうとうとうこのお店ももう終わっちゃったんだってね、すごい哀愁をね、まあ、感じてたんですけど、ね、すごいいいお店だったんですよ、本当に。もうメーカーとかに修理してもらったら1万円とかなんかすごい高くなっちゃうところを、そこのお店に行ったらもう半値くらいで、でしかもその場で直してくれるから、すごいいい場所で、でまあね、本当にずっとやってて欲しかったんですけど、なくなっちゃって、でどうしようと思ったんですけど、まあどうやらそのお店の、まあ、系列のお店といいますかがうるま市にあるっていうことでね、まあ、そこに行ってきたんですよ。でもうね、那覇から行ったんで結構忙しい時だったんですけどね、まあでももうこの道具がないと仕事できないっていうことで、うるま市まで行って、でそれでね、さっき会った松屋でご飯食べた後にね、そのお店に着いたんですけど、でお店に着いたらまあね、もう人の外観なんて自由っていうのがまず前提なんですけど、
本当にもうめちゃくちゃヤンキー上がりみたいな、あの店主で、そこのそこのね、お店の店主が、でもうめちゃくちゃ金髪で、で奥さんがなんかジムやってるっぽいんですけど、なんかもう奥さんももうめちゃくちゃヤンキー上がりみたいな、多分年齢はあの僕とそんなに変わらないんですけど、でそれでなんかね、子供たちも3人くらいそのお店にいたんですけど、もう全員あのちょっと襟足が長い感じの、ね、もうザ・ヤンキーの生き残りみたいな感じの子供たちで、で、ね、この道具を直してくれませんかって言ったんですけど、そしたら、あ、すいません、うち無理ですって言われて、でもう終わっちゃったんですよね。なんかもうね、もうね、結構頑張ってうるま市まで行ったんですけどね、まあ、一言で終わっちゃったっていうね。まあそれもね、これもまた哀愁のある話かなっていうね、まあ、話っすよね。でまあ一応その人に聞いたら、その沖縄市の方のお店はなんかもうその店長がまあもう高齢で、まあ、引退っていうことで、で一応まだ元気だそうなんですけど、まあもう引退しましたっていうことを言ってて、ああそうっすか、まあでもそれを聞けてよかったですみたいな感じで言ってね、まあ、帰ったんですけど、いやーね、玉の浦のケツジさん、その場で、貴重な修理屋ですね、なくならないでほしいね、オラのインパクト重症で教えてくださいっていうことでね、そう、そうなんですよ。いや本当にもうすごいですよ、そのお店行くじゃないですか。普通だったら大体預けて何日か後に修理だと、何日か後に直すから取りに来てねっていうことだと思うんですけど、もうその人はもうその場で分解し始めて、でもう本当に的確にもう30分かからないくらい直して、で、はい、じゃあ5000円ねみたいな感じで言って、うわすげーっていうね。まあもうなくなってしまったんですけど、そのお店、沖縄市の何でしたっけ、ね、あそこ何でしたっけ、アーケード街通りのあそこにあった SK クラフトっていう、多分知る人ぞ知るお店だったんですけどね、ね、本当に自社のなんか釘打ち機とかも中国で生産して売ってたりしてたんで、なんかすごいお店でしたよ。いやーね、あ、そうですそうです、パークアベニューにあったんですよ。いやーね、まあでね、その系列が丸中の近くにあるんですけどね、でも多分インパクトとか普通の釘打ち機とかだったら直してくれるかもしれないですね。僕が持っていったのはちょっとマニアックな、なんだ、ターボドライバーっていう石膏ボードを止めるやつだったんでね、なんかなんとか今自分で動画見ながら直せないかなって感じですね。はい、ということでね、猫大好きにゃんにゃんラジオ、今日は哀愁のある話をねお送りしておりますけどね、そうですね、マックスのターボドライバーですね、工具トークになってしまってますね、玉の浦のケツジさんとね、マックス難しいんだ、そうなんだ、いやじゃあちょっとやめとこうかな、買い直した方がいいかもしれないです。はい、ということで今日もお送りしましたね。ちなみになんですけど、ね、子供が生まれて1ヶ月ちょうど経ちまして、でね、おかげさまで元気にやっていてですね、でもう僕の住んでるアパートにももう妻と一緒に戻ってきてくれたのでね、まあ賑やかに過ごしております。でもね、本当にもう寝れないって言うじゃないですか、あれ本当なんだなって思いましたね。なんかもうやっぱりなんだろう、夜中に本当に夜泣きするんですよね。でうちの子なんか他のこと比べると結構声でかい気がして、なんかもう本当にいきなりなんですか、0から100あったら100で泣くんですよね。急にあーって急になんかあーって泣くんですよね。だからもう僕もね、すぐ目が覚めてね、でもう2時間前にミルクあげたのにね、もうお腹空いていて、でもうね、ミルクを、まあ、作ってっていう感じで、でね、夜中に3回くらい起きるんでね、
なかなか寝不足ですね。もうね、僕は言うほど見てないですけど、妻がいつも見てくれてるんで、もう妻がめちゃくちゃぐったりしてますね。玉の殻の決意さん、ラートであやしてみたらいいかもよっていうことで、いやいやねラートコスパ悪すぎますわそんなのね、家の中に入らないですからね。ジェットさん、今のモノマネ、あの話題の叫ぶチンパンジーに似てたわっていう、いや知らないですけど、叫ぶチンパンジーいるんすか、あーって鳴くんすか面白いですね。一応うちの子も叫ぶチンパンジーですからねいやーもう一緒なんで本当にね。まあでもまあなんだかんだで、ね、にぎやかに過ごさせていただいてますので、まあちょっと頑張っていこうと思います。お城さん、すぐ泣くしご飯もバランスよく食べようとしないし、新生児ってどうかしてるよねっていうこと、いや本当そうなんですよね。なんかもうむちゃくちゃだなってちょっと思いますけどね。まあね、まあまあね、早く笑ってくれたらいいなって思いますけどね。まあでもなんとかやっていけたらなって思います。あーってね、僕もたまにあーって泣こうかなって思う時があるくらいですから。はい、ということで猫大好きニャンニャンラジオ、今日もお送りしました。ということで皆さん、新学期、新年度始まりましたけどね、新年度始まりましたけど、まあ良いスタートを切れるようにね、猫大好きニャンニャンラジオは全力で応援しております。はい、そんな感じで終わります。ケツジさん、今だけを歩き始めたらっていうことでね、もう大変でしょうねはい、ということで、猫大好きニャンニャンラジオ、お相手は私幼児教でした。皆さん今日もありがとうございました。さようなら、バイバーイ、ご安全に。